茶色い猫だったので、ウニちゃん、コハダちゃん、アサリちゃん、スミレちゃん、チビってあだ名をつけられてます。シラスちゃん、軍艦のグックンです。ソイソースのソイくんって、みんなのことをパリニャンズっていう風に。皆さんこんにちは、パリジェンヌラシリフトの清水さやかです。今日はパリニャンズと一緒に遊んでいきたいと思います。うちには今8匹の猫がいるんですけど、8匹をみんなで総称パリニャンズっていう風に呼んでるんですけど、これはパリジェンヌラシリフトの講師の先生のお友達が、私が猫をインスタグラムに上げてたら、なんでパリニャンズってみんな可愛いのって言ってきて、パリニャンズっていう言い方おしゃれだなと思って、みんなのことをパリニャンズっていう風に呼ぶようになりました。私が、猫を、今8匹飼ってる理由なんですけど、私は小さい時から、動物がすごい好き で、小学生の時なんかもいつも動物を探して寄り道をしたりとか、なんか自分の家ではその頃飼えなかったので飼い主を探したりとか、なんかそんな風によくしていました。で、高校生の時に初めて猫を飼ってもらえることができて、トム君っていうアメリカンショートヘアを飼ったんですけど、トム君は生まれながらの病気を持ってたので、それ分からなかったんですけど、3ヶ月ぐらいで亡くなってしまって、私がその2匹目の猫を飼ったっていうのが21歳の時で、その時に、2代目のアメリカンショートヘアのラム君を飼ったんですけど、そのラムが、昨年まで17歳まで生きてくれて、でずっと私はそのラムを、猫をずっと飼ってたっていう感じだったんですけど、ラムが亡くなって去年猫2匹同時に飼うことになって、そこから3匹目4匹目ってこう増えてって、今なんと全部で8匹います。今いる子たちっていうのはマンチカンっていう猫が5匹います。であと2匹がミヌエットっていう猫で、ミヌエットっていうのはマンチカンとペルシャ猫を混ぜた猫なんですけど、ミヌエットが2匹と、あと耳が折れてるスコティッシュの子が1匹で、全員で8匹います。で、猫たちの名前なんですけど、1匹目に一番最初に名前をつけた時に、もうどういう名前にしようかなってすごい悩んで、私はすごいウニが大好きなので、茶色い猫だったのでウニちゃんが1人目の長男になってます。でその次に、コハダちゃん、コハダの次がアサリちゃんで、アサリの次がツミレちゃんで、つみれの次が、寿司っていう名前なんですけど、親がちっちゃいので結構体がずっとちっちゃかったので、みんなからはチビってあだ名をつけられてます。でチビの次に来たのが、シラス、シラスちゃん、白いミヌエットの子で、シラスの次が軍艦のグックンです、黒い猫。結構最近入ってきた新入りがソイくんソイくんの名付けは醤油を英語にしてソイソースのソイくんっていいじゃんと思って、ちょっとなんか今までは分かりやすい名前だったんですけど、ソイくんは、ちょっと洋風な名前になってます。今多頭飼いでその8匹パリニャンズたちがいて思うことっていうのは、やっぱりオスは甘えん坊だなって思うし、メスなんかでも甘えたくても抱っこが嫌なだけでそばにいたがったりとか、本当に性格が8人いたらこれとこれとこれが一緒とかじゃなくって、もう本当に8人とも人間みたいに性格が可愛いところもそれぞれツボが違うので、特にこの子が一番可愛いっていうのは本当に決められないっていう感じです。まあ、インスタグラムなんかでもいっぱいパリニャンズの写真を上げてたりするので、パリニャンズ可愛いっていう風に言ってもらえたりしてたので、パリニャンズのグッズなんかも作っていけたら楽しいかなって思ってます。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はパリニャンズとの私の部屋でちょっとどんな風に遊んでるかとか、みんなを映して見た回でした。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではパリにちなんだこととか
目元にちなんだことだったりとかアイメイクとかそういった部分の情報をたくさん発信していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録してください。また次の動画でお会いできたらと思います。さようなら。